アラバマ洞窟、ケービングは趣味またはスポーツとして洞窟に入る探検活動である。洞窟探検のアウトドアスポーツとしての面を強調した言葉である。日本では洞窟自体の多さに比べてまだそれほどポピュラーではない。ケービングをやるには動きやすく周囲に引っかかりにくい服装、ヘルメット、ヘッドランプ、軍手等に、 水たまりの中に入っても良いような耐水性の靴、出てきた時に着替えるための着替え意識などがあれば気軽に始めることができる。インストラクター付きの初心者向け体験セミナーあたりから始めると良い。日本では1930年頃から始まった。水中下の洞窟を探検する洞窟潜水では蒸気とは異なった特殊な装備や技術、知識が要求される。 スポーツとしての洞窟探検、趣味としての洞窟探検であるケービングに対し、学術調査としての洞窟探検、学問としての洞窟探検は、スピーリアラジーと呼ぶ。時に、洞窟探検のことを、アメリカやカナダでは、スペランキング、イギリスやアイルランドでは、ポットホーリングとも呼ぶが、これらは、ケービングとスペレオロジーの区別がなかった時代の言葉で、あり、20世紀後半以降は、 やや古臭い言葉となった。現代的なアウトドアスポーツの一つとして、きちんとした知識と探検内容に見合う適正な装備等を整えて行うケービング特別する意味で、準備した装備に不相応な無謀な洞窟探検を、スペランキングと批判を込めて呼ぶこともあるらしいが、日本では一般的でない。ありがとうございます。